明けましておめでとうございます。明日からハワイですか？ハワイです。私は子供3人5歳4歳3歳ために貯金していきます。お金たくさん稼ぎたいです。やっぱりね、人と違うところを見ないと稼げないよ。例えば今俺美容やるとか化粧品やるとかつけまもう古いな、それなんでしょ、やめた方がいいと思うな。もう今もうそれはその中でもうめっちゃ有名な人でさ、もうその人が全部、例えばだよ、デザインもします、もう全部して、ね、なんだっけ洋服作る時の紙で、な今違うかパソコンか、俺見てたんだそういう人を。このね、洋服屋をやるって言い出して化粧品も、まあ、全部やったか忘れたけど俺の目の前でやってたよ。それもね、あなた歌手でしょっていう人がね、歌手しないんだよ。ずっと洋服の仕事してんだよ。歌なんか適当じゃねえよ、歌ってたけど。それ見てた私はどう思ったと思いますか？え？お前洋服屋なのか。挙句の果てにはどうなったか知ってますか？オープンの日に、これもうみんな知らないと思うんですけど、浜崎あゆみさんが109大全盛期の時にね、中にねマテリアルガールっていうブランドを作ったんですよ。でその準備とかもちろんね、その後もすごいんだよ、大変で。洋服屋さんってそんな舐めてらんない。今とは違うよ、なんかどっかのコレクション見てきて作っちゃうスペインの会社の洋服屋さんとかと違うけどさ、当時はもう真面目にね作ってて、それを流行らせるんだからさ、まあ、流行って何がびっくりしたかって、一番最初の日に見に行ったんだよ、そのマテリアルガールっていうさね。そしたら何してたと思う、浜崎さん、これ言ったことあるけど分かる人いる？答え。浜崎さん、あまりの忙しさに何をしたと思いますか？お店すごいちっちゃい店舗なんだよ。やばいと店が、他の店からクレームが入っちゃう。そんなでかくないんだけど、だからちょっと見に行こうと思って見に行ったんだ。さすがにね、他のお店からクレームが入ったら困るから行きましたよ。そしたらね、いないんだよ。ちっちゃいじゃん、あの子だ、どこにいんだと思ってたらさ、お前さ帽子かぶってさ、ずっとレジ打ってんだ。ちょっと待ってと、お前さ、お前一応さ、トップスターがなんでお前洋服屋でレジ売ってんだって。まあでも考えてみてくださいよ、朝から晩までね、今時のね、悪口じゃないよって言うと俺すぐさニュースになるから、そのインスタグラマーとかいろんな人たちが洋服作ったり、まあいろんなものやってますよね。あのどのくらい一生懸命やってますか？僕はそれを見ていてやばーと思ったもんね。全部チェックするんだよ、洋服を。もう全部、何から何までデザインもね、全部デザインも自分で起こして全部やって、それ挙句の果てにはお前レジに立ってるって、お前何屋なんだよっていう、まあそういうぐらいの気合と根性がなければ、気軽にね数万人の、あの悪いけど、いやうまくいってるとこもあると思うよ、特殊なところにね。だってそのハイの場合全国展開とか、そういう何半端じゃないでかいことみたいなねことをやろうとしていました。まあ途中でやっぱりいろいろね難しいことがあってまあやめたんですけど、でもやるんだったらそこまでやるっていうことですよね。だからいいですよ。